エナジードリンク好きのハードワーカーにおすすめ。頑張る人の一休みをアップデート、独自の技術で仕上げた新しい休憩体験を手に入れよう。一息で新たなリフレッシュ体験を、ストーンエス。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役所 OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。紹介する商品なんですけども、ストーンエスというものなんですけども、まずそのストーンエスの前にストーンというものを紹介していきたいと思います。働き方が多様化する現在、それに合った一休み方法が求められております。エナジードリンクに代わる新たなワークサポート、商品コンセプト、一息で一休みをあなたの力に。はい、というわけでこのストーンというものなんですけども、吸い込むとカートリッジ内の液体が熱せられ蒸気が発生、蒸気でカフェイン、ギャバを吸引するブリージングデバイスとなっております。こちら2019年12月3日にオンライン販売開始、製品化実現のために製薬会社、各種試験機関、大学、電機メーカー、デザイナーなど様々なプロの協力のもと完成しました。この商品発売開始と同時に、ビジネスパーソン、ハードワーカーを中心に注目を集め、発売翌日には蒸気を吸うという体験、これが多くのユーザーの心を捉え、 Amazon 健康家電カテゴリー、ホーム&キッチンカテゴリーで高い評価で上位にランキング。ポケットにスッと入る手のひらサイズ、石をモチーフとしたコロンとしたデザイン、そのデザイン性や革新的なコンセプトが国内外から注目を浴びました。しかしここで新たな問題が発生しました。ストーンの価格は1万円、その後入荷と完売を繰り返すも価格がネックでした。そして発売から3年が経過、時は2022年、カートリッジとデバイスが一体化。今回こちらの商品を紹介させていただきたいと思います。名前がストーンです。はい、ストーンと書きまして、半角が入り、小さい小文字の S が入ります。こちら簡単に言いますと、使い切りで充電いらず、携帯も便利、価格もお手頃になりました。全く新しいジャンルの商品レビューを今回させていただきたいと思います。ワク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 。あ、商品がこちらとなっております。そしてノベルティのこちら、はい、コーヒーカップみたいなものも入っておりますね。ストーンエース4本セットを提供させていただきました。ありがとうございます。使用方法はめちゃくちゃ簡単です。吸うだけ。上3つがカフェイン入っておりまして、最後こちらだけカフェインなしのギャバとなっております。ではまずギャバから、これ1本です。で、開けます。じゃん。はい。というわけで、ペンのような感じです。テープがついています。ビニールテープを剥がします。はい。本当にペンのサイズと一緒ですね。ここにゴムのキャップがついていますので、こちらを剥がします。はい。こちらが本体となっております。が裏側、そして手前が FA のような形ですね。吸うと光りますので、ここも注目してください。では行きます。口をつけて、吸ー、そして離して、という感じですね。お尻の部分が光ります。LED が搭載されています。ちょっと照明を落としまして、どんな感じに映るのかやってみたいと思います。吸います。いきますね。よく見てください。ピント OK に合わせていきますよ。うわーい、ちょっと後ろにね、電源が切れた際は LED が5秒間点滅するという、でその場合は新しい商品に変えます。ストーン S の特徴をですね、4つ紹介していきたいと思います。まず1つ目、充電が必要ありません。このままもう充電が最初から溜まっております。そしてどこでも持ち運びが可能です。まあ、このまま持つとさすがに衛生面がありますので、例えば移動する際はこれをこうして、キャップがありますので簡単にゴムつけれますので、こういう感じですね。まあ、あと個人的に口つけるところなので、なんか拭いてからやった方がいいかと思います。1本使い切りとなっております。面倒な充電は不要、リモートワークですとか旅行など様々な面で手軽に身近に試すことができます。はい、というわけでですね、次、まあ、どうせだったら赤いのいってみましょう。取扱い説明書こんな感じでですね書かれておりますので、まずはテープを剥がします。はい、こちらとなっております。エナジー感めちゃくちゃします。では2つ目、カロリー糖質ゼロ、罪悪感ゼロの一休みができます。まあ、一般的なエナジードリンクですとかお菓子と違い、カロリーや糖質成分溶け込んだ蒸気のため罪悪感ございません。ありがとうございます。では続きまして3つ目の特徴、緑いってみたいと思います。匂い顔、これは何味だ。じゃあ吸ってみます。
これはなんだ。あ、ミント、ミントです。グリーンはミントとなっております。すっきりしますね。はい、というわけで3つ目の特徴なんですけども、ミストジェット機能搭載。こちらによって新たな刺激と満足感を得られます。なんとこちらはジェットエンジンから発想を得た新機構が搭載されております。すごくないですか。よって直感的な気流を発生させることができます。続きまして、4つ目、ラストですね。こちらは紫。なんでしょうね、紺色というか、これは甘い香りがしますね。いきたいと思います。はい、ブルーベリー。あ、これ一番味がしっかりときておりますね。では4つ目の特徴、1本あたり20円のコスパ。コストを気にしないで一休みすることができます。ありがとうございます。こちら1本あたり5回吸引することを想定すると、1本で約400回吸引することが可能となっております。というわけで4つの特徴を紹介しました。ここからですね、もう少しポイントを絞って紹介していきたいと思います。まず今回のこのストーン S なんですけども、気になるのは、ね、味や香り、これはどれくらい持続するのかという疑問。このストーン S はですね、1本400回吸引することができます。なおですね、長期保存すると本来の味、香り、こちらが楽しめなくなりますので、目安お買い上げから2週間のご使用がおすすめだそうです。そしてですね、交換のタイミング、こちらは基本的には使い捨てです。なので、これはもう捨てて新しいのを吸うみたいな感じとなっております。後ろのお尻がホタルのようにピカッと光ったかと思いますが、あれが光らなくなったらもう終了の合図です。電源が切れると蒸気や香り、こちらが弱くなってきたら取り替えの時期となっております。そしてこちら音がするのかというわけでですね、監督さっき4回吸ったんですけども、かすかにするのかなと、近めで吸ってみたいと思います。音に注目してくださいね。赤いやついきたいと思います。ほとんど聞こえないです。静かな空間でそろっと出して、無音ですね。はい、無音でした。というわけで結論です。音は出ません。そして改めてですね、4本紹介したいと思うんですけども、この濃い緑、それがミントとなっております。ミント×カフェイン、すっきりとします。続きまして赤、ワインレッドの赤、エナジードリンクとなっております。エナジードリンクを飲んだ後の口の中で広がります。続きまして紺色、ブルーベリーがこの4本の中で味がしっかりと染み付いている体感します。こちらこのシルバーの、こちらですね、ココナットギャバとなっております。こちらのみはカフェインが入っておりません。なんか甘い感じのココナッツミルク。ギャバとはですね、トマトやカカオなどに多く含まれるアミノ酸の一種で、興奮状態を抑え、体が休まりやすいリラックスした状態に持っていくことができます。調べますと、ギャバはアドレナリンの分泌を抑えることで血圧を正常にし、酸素の供給を助ける働きもあります。というわけで頭をリラックスさせて寝ることができる、他の3つとは別のタイプのストーンエスとなっております。はい、というわけでここからですね、気になる購入方法、価格帯を紹介していきたいと思います。で、方法は何通りかあります。Amazon、楽天ですと1本約1500円ほどで買えます。ただ1500円、もう少し安くなります。こちらを販売してます EC サイトですと、初回がなんと500円、次月以降は1300円、なので200円安く購入することができます。そして送料手数料も無料となっております。興味がある方はぜひ概要欄に詳細貼っておりますので、ちなみに EC サイトで契約しますとサブスクみたいな感じです。解約手続きがない限り、商品をその都度注文しなくても、事前に選択した期間で自動的に商品が届くことになります。継続期間の約束や違約金はなし、商品の変更や停止はいつでも OK となっております。はい、というわけでストーンエース今回紹介させていただきました。監督もですね、こちら編集の合間リラックスをしながら罪悪感ゼロ、一息リフレッシュしていきたいと思います。今回監督、このドメルティ付きのものな、じゃじゃんと、はい、コーヒーかなと思うんですけども、実はちょっと違うよみたいな。中を開けてみますとこういう感じです。本製品はストーンエース専用の紙コップ型デバイススタンドです。ストーンエースを使用する以外のご使用はお控えください。というわけで、コーヒーカップに差し込み口に入れると、さーて一息つくかー、というわけでこうしていいね、こんな感じで吸うことができるノベルティですね。
皆さんいかがだったでしょうか。ちなみに監督、この商品ですね、連絡来た際に初めて知った商品なんですけども、こんな商品があるのかというちょっと驚きとともにワクワク体験をこちらでさせていただきました。ぜひ皆さんもですね、この動画見て興味がありましたら一度買ってみてはいかがでしょうか。このチャンネルではですね、監督がこの商品はいいなっていうものですとか、大好きなアニメグッズですとか、こういったなんかワクワクするようなね、紹介していただいております。そしてあとこの動画を見てる企業の皆様もぜひね、面白い商品があればメールにご連絡ください。レビューをしてテンポよく紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけで監督ラボの監督でした。ではまた次の動画で会いましょう。一息で新たなリフレッシュ体験をエナジーストレス、一息でカートリッジと、ペンのここにね、さらっと入りますので、で吸って終わったら、ゴム製の蓋がありますので、つけてこちら戻すみたいな、こんな商品となっております。4本セットでしてね、何持ってんの、いやストーンエスですよみたいな感じで。